皆様こんばんは、いつもの感じでございますが、しばらくの間お付き合いください。もうね、0時10分で日付変わって6月の1日でございます。帰ってまいりました、いつもの感じでございます。ね、なんかギターも近くにあるしよろしいな。でもね、明日早いんで短めのカズラジやりますね。最初からこうなるとは分かってた。季節は優しいけれど、6月のセンチメンタル、今夜の雨は私には怖い。53年のね、岸田聡さんの、6月のセンチメンタルという歌。あの6月は僕の誕生月なんで、マイナー調の曲が僕はとってもこれ好きだったんだけどね。さて、短めのカズラジオをお送りしてまいりますが、緑 NGA さんいつもありがとう。東京ステイお疲れ様でした。大丈夫よ。新幹線予定通り新大阪に着きましたが、着きました。ただ降りてからの在来線がなんかわけわかんないけど遅れてました。快速網走行きがめっちゃ遅れてましたね。そんな感じでございます。それからカイカイさん、ありがとうございます。関西にお帰りなさいませ。3日ほどいたらまた福岡東京という感じになってくるんだけどもね。英語の話ですが、私は飲食のキッチン料理のキッチン調理の仕事をしております。なるほど。そこにアルバイトで中国人の大学生が入ってきました。日本語と英語が話せるそうで、日本語はとても上手に話します。ある時料理長がその子に、かっこ中国人の女の子に、ブラックペッパー取ってと言うと、それ何ですかと言われていて、ブラックペッパーやんか、それやんとペッパーミルを指さすと、発音よく、ああブラックペッパーねと言われてました。その後私に何したらいいですかと言ってきたので、オーダー見て、オーダー見てというのは、注文の料理の注文伝票のこと。オーダー見てというと、オーダー見てって誰見ますかと言われました。発音よく何度か言ってみたのですが通じず、注文伝票見てというと発音よく、ああオーダーねと言われました。自分の発音の悪さを痛感しました。お前さんが発音よく話されているのを聞いてさすがと思いました。全然僕はもう雰囲気だけですけどもね。ありがとうございます、ね、オーダーオーダーね、難しいですね。はい、ありがとうございます。それから坂上さん、お天気が心配ということでしたが、無事に神戸にお帰りになることはできたでしょうか。無事に帰ってまいりました。全然大丈夫でございます。帰ってきてからなぜか、さっきも言いましたが、在来線が遅れておりました。なんでやねんっていうね。ありがとうございます。ひできゅうきゅうさん、長らくの東京滞在、昼夜逆転の実況お疲れ様でした。ね、まあでもね、いつものことなんでね、それはもうしょうがないです。大丈夫ですよ。ありがとうございます。それから、坂井戸さん、今大前さんが行きたいところ、ズバリギターポートさんではないでしょうか。違います。今行きたいとこなんだろうな。ギターポートさんもまあ行きたいけど、一番行きたいところじゃないな。特にないです。あのいつも行ってるタリーズに行ってお茶飲みたいぐらいかな。はい。あずきさんは、ほんまに飽きてきたというお前さんの言葉、なんか響きました。なんでやね。響くそんな言葉がね。まあ毎日毎日ね、単調な生活を東京で送っておりましたんで、朝からね、メジャーリーグの中継しゃべって帰ってきては、翌日のまた朝からの中継に備えての勉強という、その毎日の繰り返し、ホテルと
スタジオのもう往復だけだったんで飽きましたけどもね、まあそれがまあ僕の日常でもあるんで別にまあどうってことはないんだけどね、てな感じで、まあ帰ってきて、いつもの感じでこうやってお話ができるっていうのと、やっぱり近くにギターがあるというのがやっぱりよろしいわねと思います。なんとなく何弾くわけでもないけど、というわけでもう今日この辺で終わるわ。で終わってさ、今からインスタライブやります。じゃあまた。